安土荘は、大分県早見郡肘町にある1915年完成の邸宅。国の重要文化財に指定されるとともに、大分遺産に選定されている。現在は、日本料理店として営業している。また、庭園は、国の登録記念物に登録されている。安土荘大分県菊池市山賀町にあった、馬上岡奈山の経営で財を成した、成木を広義が、 比じ町に建てた別邸である。安土は、鉱山を当てるという意味で、白愛の画号に由来する。1991年に、安土荘層として、比じ町の有形文化財に、2014年には、建造物5棟及び土地が、旧成木よ家に出別邸として、国の重要文化財に指定され、2015年には、庭園が、旧成木広吉別邸庭園として、 国の登録記念物に登録されている。白愛は、1913年に、金山の積み出し校があった大分県早見郡、肘町の日出城三の丸の日出版屋敷跡の約3670坪を購入。1914年3月に、別邸の建築に着工し、総工費25万円を投じて1915年1月に、完成した。 1964年に白愛の孫の成木義之助がこの別邸を料亭として開業。肘城下の海岸近くで漁獲される城下カレーの名店として全国に知られた。しかし、老朽化等によって個人での維持管理が困難となったことから2010年3月に肘町が施設を購入。成木よけによる料亭としての営業は2011年3月に終了し、 同年5月11日に、肘町の指定管理施設として、日本料理専門店に改装してオープンした。江戸様式の切り妻作り、三河原らぶの腕疑問。門から日本家屋への通路は、完成当初は砂利道であったが、後に石畳式とされている。木造平屋の近代和風建築で、玄関の敷台、座敷の床の間、腐書院、棚、各部屋間の欄間等には、 江戸時代以来の伝統的な様式、手法を見ることができる。高崎山を月山に、別府湾を潜水にそれぞれ見立てて、借景とした日本庭園である。庭園内には皇族による記念植樹8本もある。自由に散策することができ、2012年4月には花見のために無料で開放された。ありがとうございます。